おはようございます。久保です。アベリエさん、今日もメッセージありがとうございます。でね、FX の方はいろんな見解がありますので、特に評価することはありません。感じたままにこういうふうに記録をつけていってください。まあ、画像でね、入れてくれてるんですけども、慣れてきたら動画がいいかと思いますよ。そしたらね、 YouTube のコンテンツも増えますから。仮説としてはすごくいいのを立ててます。この仮説が合ってるかどうかっていうのはまた別の問題なんですよ。とりあえず第一段階としては、仮説が毎日立てれるかどうかってことに言ってください。そして第二段階は、その仮説を検証できるかどうかってことですね。振り返って、あの仮説はどうだったのかなってことを、これまたね、動画で撮っていくってことをやっていくとよろしいかと思います。だんだん精度が上がっていきます。さあ、それでですね、 YouTube の方なんですけども、たくさんコメント入るでしょ。で、自分がアウトプットすることによって、たくさんの方からね、ご意見いただきますよね。もちろんいい意見もあれば、自分にとってね、悪い意見もあると思いますけども、それをどう解釈するかなんですよ。例えば自分が発信したことと違った意見が入ってきた時ね、それは違うよって言われた時、それは何言ってんのって言われた時に、あ、自分の見識がまた広がったなと思ってください。というのはね、自分と同じ意見によって成長することってのはあんまりないんですよ。自分と違った意見が入ることによって、自分の力量が増えていくってことはあるんですよね。もちろんですね、自分と違った意見が来た時に拒絶反応とか恐怖を感じてやめてしまうとかね、そういうふうにして自分の自己成長をね、自ら潰していってしまう人が多いのも事実です。多くの方はですね、自分の主張とか自分の権利を十分行使する前に、もう恐れてですね、やらなくなってしまいます。でも本当はですね、この恐れ、恐怖っていうのは味方にできるんですよ。恐れがあるから、その恐れに対してね、もう一歩勇気を持って踏み込んでいく。そうすることによって、次の一歩っていうのが開けていくんだと思います。そうですね、速稼塾の中でも言いますけども、心の中にね、恐怖ってのがやっぱり人にはあるんですよ。その恐怖ってのはですね、友達なんですよ。実はこの恐怖を操れるようになると、恐怖によって、恐れによって、勇気を持つこともできますし、恐れというね、この炎によって焼き尽くされて、そこで終わってしまうこともあります。同じ人生ならね、どっちがいいでしょうかね。自分の思った通りに、やっていけるかなというところに挑戦していっていただければと思います。さあ、ではまたやってください。80名突破、ぜひね、80名突破の記念の動画も作ってみたらいいんじゃないかなと思いますね。チャンネル登録者数80名様ありがとうございましたみたいな動画ね、よろしいんじゃないかと思います。